はい今日はですねベッドからの寝返り起き上がりができない原因は何だろうっていうのを考えていきたいと思いますで、えーまあ、脳卒中肩まひですとかいろんなご病気によってベッドから寝返りとか起き上がりができないっていう方って、まあ、結構多いと思うんですよねでやっぱりベッドから起き上がれないと生活していく上でいろいろな うん、支障をきたしてしててままうっていうっいいこととがあると思いますので今日はですねそのベッドから寝返り起き上がりが何でできなくなってしまうのかっていうことをお、まあ、考えていくんですがもちろん当然ながらですねこれ全員に当てはまる話ではないです。なのでまあそういうパターンもあるよねっていうところで今日はちょっと細かいところを解説していきます。 神経系の話が多いと思います。で、まあ身体機能的にできない、まあこういう方はいらっしゃいますよね。例えば関節可動域がとか、筋力がとかないからベッドからの寝返りとか起き上がりがちょっと難しくなってしまう。まあそれは体をね持ち上げる力がなければなかなかそもそもの持ち上げる力が あまりにも落ちていればベッドから起き上ががるこことと難しいっていことはありますよねなのでそういった場合はもちろんこの起き上がるとか寝返る練習をいっぱいしていって可動域とか筋力つけていくとか動作方法を練習していくっていうのもものすごく大事だと思うんですけど今回はですね身体機能的にできるはずだよな でもでできなないいいいっってう方ららしゃすか僕結構経験多いんですけど身体機能的に、まあ、関節もまあまあ動くしもちろんねいろんな問題があるんで身体機能に限らずなんですが、まあ、可動域筋力麻痺とか、まあ、いろんな身体機能ありますよね総合的に見て寝返りと起き上がりできそうだなでもできない っっってていいいう方っていらっしゃいますよねでそういう方から訴えがあるのがなんかベッドから落ちそうなんだよねとかなんか狭くてここ怖いんだよねだから動けないんだよねみたいなことを言う方っていらっしゃらないですか僕はちょっとね結構経験あるんですよねそういう方結構スペースはあるのに いやそっちには行けない怖いから狭いからこう寝返りはできたけどここから起き上がったら絶対私落ちちゃうから行けないっていう訴えの方って意外といらっしゃいますよね、うん、これなんでこういうことになってしまうのか十分なスペースあるにもかかわらず、えー、ベッドから落ちそうとか怖いっていうふうに あの患者さん自身が思ってしまうっていうのは何でなのかもちろん原因は一つではないと思うんですけど今日はこういうことが起き,起きてしまうのはなぜかっていうことを考えられる、まあ、2つほどですねもちろん2つじゃないんですよ2つだけちょっと紹介していきたいと思いますでその2つっていうのはここに書いてあるペペリパーソナルスペースと身体図式、まあ、この2つからちょっと考えていこうかなと思います でまずこのペリパーソナルスペースっていうのは何かって言いますと、まあ、要は手,に手を伸ばした時にとか手足を伸ばした時にこう自分の体の範囲ですね手を伸ばした自分の体の範囲これをペリパーソナルスペースっていうらしいですねでパーソナルスペースっていうのは、まあ、皆さんイメージつきやすいと思うんですけど、まあ、自分の体ですよね自分の体の範囲内で ペリパーソナルスペースはその手足を伸ばしたところの範囲内だちょっと広くなるわけですねパーソナルスペースでさらに遠くはエキストラパーエキストラパーソナルスペースとかっていうんだったかなっていう感じになっていてまあこのパーソナルスペースの話なんですがここはですねまあ主に獅子が伸ばせる範囲内のスペースのことででここの情報を視覚とか体勢感覚がこう統合されて いろいろとこの点を伸ばす範囲内のことをまあ探っているわけなんですよね。でここに関わっていくるのは頭頂前頭皮質で、えー、バイモーダルニューロンっていうのが関わっているとバイモーダルニューロンっていうのはあのー、これ要はですね視覚と体勢感覚がこうリンクしてるみたいなそういうニューロンをバイモーダルニューロンっていうみたいなんですけど。 要は僕らって触られる時って視覚的な情報もあるし体制感覚的な情報もあるじゃないですかだから例えばうちの子供なんかそうなんですけどあの触ってこうやってくすぐるんですけどうちの子供ねくすぐるとめっちゃ笑うんですけどまあそれみんなそうだと思うんですけどくすぐる実際にくすぐるとそれは爆笑するんですけどあの 触らずにもう目に見えるところの近くでこうやってガーって言ってもう笑うんですよくすぐられてるようにか錯覚するみたいなこれって要は視覚と体制感覚がうまくリンクしているからこういう手の動きを見ただけで笑けてくるっていうのは触られてはないけど視覚情報と体制感覚情報のリンクによってなんか笑っちゃうみたいな。 あことですよね、まあちょっと正確な説明かどうか分かんないですけどまあそんなようなあことってあるじゃないですかで、まあ、自分のペリパーソナルスペースに入ってきたものは視覚とか体勢感覚を使って僕らはうまく処理ができるわけですよねだからなんかこうねよく言うのは人混みの中を こう,うまくすり抜けるみたいな乗ってあれもううまく歩きながら特に満員の駅の構内とか満員電車朝のね通勤通学の時間の駅の構内の人混みすごいじゃないですかでもあれでバカ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 ぶつかっちゃうっていう人ってそんないないですよね。 あれうまく避けられていけるのはこういうペリパーソナルスペースが関わってんじゃないかとかっていうふうに言われていますねまあもちろん視覚とか体勢感覚情報が大事になってくると、まあ、そういったのがペリパーソナルスペースなので僕らはなんとなくこうベッドに例えば寝てたとしてベッドがどのぐらいの大きさなのかなってなんとなくわかるじゃないですかこんぐらいのスペースありそうだなと。 僕らは分かるわけですよねでも例えば脳卒中とかになってしまって脳のそういった部分に損傷が生じてしまうとペリパーソナルスペースがちょっとペリパーソナルスペースっていうか、まあ、ベッドの広さが分かんなくなってしまうとかっていうことってあるじゃないですか。ね。要は体勢感覚が障害を受けてしまったりとか視覚的な情報が障害を受けてしまったりとかそこの統合するところが障害してしまったりとかすると。 寝ただけでではベッドの広さが分かんないですよねよくリハビリの場面で言うとプラットホーム上に横になってくださいって言って横になった時にこう斜めになっちゃう人とかってめちゃくちゃ多いと思うんですよねベッドのに対して斜めに寝てしまうとかベッドのすごい端っこに寝てしまうとかねいう方ってすごく多くないですかああいうのももちろんああいうことになってしまうのも こういった自分のベッドに対して自分の体がどうなっているのかっていうのが分かりにくくなっているからっていうことですよね。なのでペリパーソナルスペースって一つすごく大事になってきます。あとは身体図式ですよね。いわゆるボディースキーマ。まあ、このボディースキーマってよく言われますけどボディースキーマとよくあるのはボディイメージですよね。ボディイメージでは自分の自分が意識している体の状態。 ボディースキーマーっていうのはどっちかというとこう無意識感ね。で速度答上皮質とかに体性感覚視覚前提感覚情報が上がってきてそれ由来の自分の身体図式自分の体のイメージイメージない、えー、自分の体の状態ですねをその感覚情報から3つの感覚情報主には3つの感覚情報が統合されて自分の体が今どうなってるのかっていうのが身体図式としてあると。 まあこれもないとやっぱりベッドに対して自分の体がどうなってんのかっていうのが分かりにくくなりそうですよね。とかまあこういう怖い狭いっていうことが起こりう,りうるかなとういうところですよね。身体図式っていうところも考えると自分の体の状態自分の体の状態っていうのは感覚情報とか からを元にして自分の体がどうなってるのかっていうのは分かるわけでその感覚が障害を受けてたりするととかで麻痺によって感覚情報を捉えにくかったりすると自分の身体図式っていうのはどんどん歪んできてしまってよくリハビリ場面であるのはまっすぐ立ってるこれがまっすぐですよっていうふうに例えばセラピストがですね まっすぐ患者さん立ってもらうと「えこれがまっすぐなのすごい右に傾いてる気がするんだけど」とか「すごい重心が前にある気がするんですよ」とかっていう方って結構多くないですかそういう方はやっぱりこうここですよね身体図式っていうところの何かしらの問題が生じているとやっぱりこの自分の体がどうなってるのか 自分の手の届く範囲の空間がどうなってるのかっていう情報がうまく取り入れられないとベッドから寝返って起き上がるってなるとやっぱり怖いわけですよねうん僕らもそうじゃないですか完全な真っ暗闇でベッドに寝ててじゃあそっから起き上がってって言われるとちょっと怖いっすよねあ落ちっからって とか思う時はやっぱり自分の手で探索活動するとでもその自分の手のか探索活動した体勢感覚がもし障害を受けてたらもうそれはさらに怖いですよね。あれベッドどこまでか分かんないってなったらそれは怖いじゃないですか起き上がるの狭いなって感じることもあるじゃないですか。なのでそういった部分の障害によってももし体はちゃんと動くけれどもできないっていうパターン ここういうういいいいととも考えていく必要ががあるんじゃないかというのの、まあ、今日の内容でした、はいまあ、僕の動画はですね、あくまでも僕の個人的見解ですので、えーまあ、これがね、医学的に正しいというわけではないんですが、まあ、ちょっと参考にしていただければと思います。というわけで、えー、最後まで聞いていただきありがとうございました。僕の動画ですね、文献とか臨床の話やってますので、よろしければチャンネル登録お願いいたします。では最後まで聞いていただきありがとうございました。失礼します。